高野鳥の豪駅とは、兵庫県豊岡市日出でに所在する、ウィラートレインズ宮津線の駅である。駅番号は、T25、宮豊河線の愛称区間に含まれている。京都単語鉄道のほとんどの駅が、京都府内に所在する中で、当駅と豊岡駅の二駅のみが、兵庫県に所在している。旧称は、田島三重駅で、田島国域にある駅の中で唯一、駅名に、 田島を冠した駅名であった。改装後も副駅名として使用されている。改修前の駅舎ホーム、豊岡方面に向かって、右側に短式ホーム一面一線を持つ地上駅。かつては島式一面二線であったが、片側の線路が撤去されたため、分岐器や絶対信号機のない停留所となった。無人駅で宮津線で唯一開業時の駅舎が残る。 老朽化のため、待合室以外は使用できない状態であったが、2009年度に、豊岡市の負担で駅舎の改修が行われた。駅舎は、KTR の施設だが、豊岡市が借り入れ、地元地域のグループ、河野鳥の貿易応援団が管理している。河野鳥の貿易応援団は、駅舎改修後、独自に、旧事務所内装を改装し、2010年9月に、 旧駅事務所において、駅そばポッポ屋を開店させ、2020年11月にカフェ、ポッポ屋としてリニューアルオープンした。また、国鉄時代のトイレは老朽化のため撤去され、駅舎改修時新たに、豊岡市が市の施設として別棟で新築された。1日平均の乗車人員は2人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。 田島水駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。